クソジジイの YouTube チャンネル、今日のコメントはですね、指引きの場合、右手のタッチで気をつけていることなどありましたら、ぜひお聞きしたいですと。はい。まあ、指引きの場合というか、指引きもピック引きも、まあ、スラップも全部一緒なんですけども、基本は。他の動画でも言ってますけども、結局はその、発音タイミングの時の発音帯だから、例えばだからベースの場合だと弦に対して触れている時間がどれだけ短いかっていうところで音色が決まる。まあ、それはだから気をつけてるというよりは、気がついたらこうなってるぞ、みたいな感じ。なんだけど、まあ、それはだから卵と鶏で、それを意識してると良くなるっていうパターンはあるんで、まあ、良くなる、そうね。まあ、俗に言う異常と言われるものになるっていうのはあるんですけどもね。だから気をつけてるわけではないんですけども、僕の指引きって、まず、弦を上からこう振りかぶってこうやってバーンって叩くってパターン。それは絶対にやらないです。昔たまにやってましたけど、そうじゃないぞっていう感じがあって。基本的には僕はめちゃくちゃタッチ強いんで、まあ、タッチ強いっていうか、ダイナミックレンジが広いっていうか、めちゃくちゃ強いタッチまで使う。めちゃくちゃ弱いのも使いますし、そこで表現する。で、それはアンプのゲインとマスターボリュームってのがあるじゃないですか。それのゲインを結構ギリギリまで上げて、ブリブリに歪むよりちょっと前まで、まあ、それもだから音楽性によるんですけども、それを、ギリギリのところまでして、赤いランプとかついてたら、なんかちょっと強く弾くと赤いランプがつくぐらいの、それぐらいの場所まで持っていって、だからそうすると必然的にマスターボリュームがすごくこう少なくしないといけないっていう、そういうふうな感じのセッティングでやってるんですよね。で、そうすると強く弾くと歪むんで倍音が増える。で、そうすると音が遠くに飛ぶ。だからよく聞こえるようになると。なんだけども、ずっとよく聞こえてるとベースってのはうざくなるんで、もともとベースってそういうもんなんで、なんかこうバーっとこう包み込むみたいな感じの低音とかが欲しい場合とかだと、それをだからそのセッティングのまんまでタッチを弱くすれば、そうすればそこでだからこううざいベースにはならないっていう、そういうふうな、これも全部だから別にそう考えてやったんじゃないですよ。気がついたらそうなってるぞっていう感じで、学校で教えることがなかったら一生気がつかなかったと思うんですけども、なんかいろいろそんな話をしてて、その学生たちのいろんなタッチだったりとか、そういうふうなものを見ていて、それをどうすれば良くなるかなみたいな感じを考えた時に、ちょっと自分はどうやってんのかなとかってやった時に、あ、こうやってるんだみたいな。まあ、でもそれがだからこの YouTube の役に立ってめ、あ、まあ、めでたしめでたしみたいな感じなんですけども、気をつけていることってのはね、何もなくて、ただなんかイメージでいい音を出そうとしてる。いい音を出そうとしてるっていうかね、なんか、何も考えてないです。なんだけども、まあ、教えるとき、その、まあ、これ指引きの場合、タッチで気をつけてることがありましたら、ぜひお聞きしたいですってことは、ベーシストの指引きで悩んでる方だと思うんですよね。で、そうすると、まあ、その大学の僕のレッスン生とかと同じパターンなんで、まあ、そういう人たちにお話をしてる内容とかだと、まずはそういうセッティングにして、タッチものすごく強い部分っていうのを作るっていうか、だから基本はだから普通よりもめちゃくちゃ強いタッチ。強いタッチなんだけども、上から振りかぶってバーンってやらないっていう。で、弦がこうあるとするじゃないですか。で、それに対してこう弾くときに、弾く寸前っていうかね、ドーンって弾いて、弾く前に必ず弦のところに指が一回固定されるんですよね。だからこっから始まるんですよ、弾くのは。で、こっからここが、ここからここまでの間が見えない。要はだから、この指の動きがめちゃくちゃ速いんですよ。だから、この発音をしている時の弦の触れている時間が短いっていうのが割と大事だったりするみたいです。どうもプロトゥールスとかで撮ると波形が見えるんで、で、そうするとこうなってこうなるんですよね。なんで、このこうなったところで弦が触れてる場所なんですよ。で、こっからこう音が出て、こっから減衰するっていう、こういう波形になるんですけども、それがこのこうなった部分、最初のこのとこ、その弦の触れてる部分っていうのが、その、学生の、その時のレッスン生の学生のそのレコーディングのデータと、僕のデータとを比べてみると、半分なんですよ、僕は。その最初のここの部分が。で、そこからこうなってるっていう。まあ、ここはもう大して変わんないというかね、あんまり気がつかなかったんだけど。とりあえず、その最初のここの部分、要はだからその弦に触れてる部分、触れてる時間
っていうのが、その時のレッスン生の彼の半分だったんですよね。その分だからドーンって出るわけなんですよ、音が。なんで、まあそういうふうなことをイメージしてやると、なんかそれに近づくっていうか、その僕のなんかやたらよく聞こえるぞみたいな、聞こえる時はよく聞こえるし、そうじゃない時は、なんかちゃんと後ろに下がっているのかな、大丈夫かな。そうやってなんか自分でなんか大丈夫かなと思うのも大事なんだけどね。そんな感じです。まあ一応だからその僕の弾き方っていうのを、の解説をすると、その右手のタッチで解説をするとそういう感じです。ピック弾きとかもそうです。このスピードがむちゃくちゃ速いよね。それはだから手首の回転を使うと、ドラムのこうシンバルとかショットとかも全部そうなんだけど、手首を使うとめちゃくちゃ速くなるから、だから野球のピッチャーとかもこうやってここから最後このスナップが大事って言うじゃん。言ってもね、僕ね、野球できないんだけどね。アスペルガーなんで、球技全然ダメ。なんだけども、おそらくだから、この160キロで腕振ったら腕ちぎれちゃうから、きっとだからなんか60キロぐらいでこう腕を振って最後の100キロここで出してると、みたいな。そんな気がするんだよね。それがだからこのショットとか、この辺のスピードだったりするんだ。だから、そうね、右手のタッチで気をつけてる、気をつけてるというか、まあ、大事なことって言ったらこんな話ができました。はい、ありがとうございます。